ここの扉怖くない？絶対なんか殺人鬼いるでしょ。いや、お元気？みみみです。今回やるのは、イエローセイルズという、海外製の夢日記ファンゲームですね。じゃあ早速ニューゲーム。わー、すごい。最初に言っとくべきなんだけれど、実は初見プレイではありません。録画失敗しちゃった。まあでもせっかく素敵な作品なのでね、もう一回やってみようかということで、始めていきましょう。なんか表現がすごいんだよな。ものすごい角度からの視点と、このアニメーションね、そしてこの音楽で、いやーこれは癒されますね。すごい鳥がヘドバンしてる。楽しそうだな。主人公はドローレス。これは多分女の子だね。でエフェクトの概念がありますね。じゃあ部屋の中入っていこう。うん、いい部屋だな。人をダメにするソファーがあるんだよな。うん、爆発音が。キャンセル音がなんかブーンってことなんですね。どれでセーブだったかな。これか。セーブしてる。セーブしてるけど全然セーブしてないね。2分しかやってないね。ほぼ同じじゃん。じゃあ夢の中入っていこう。おお、モノクロ。音楽はすごい不安、怖い。色が2色しかないのにちゃんと物の輪郭が分かって何が置いてあるか分かるってのはすごくないかな。見習いたいな。まず上行こう。上だ。うーん、すごい。表現力は極まってんな。これどうやってんだろう。ピクチャー動かしてんのか、背景をまあ動かしてるのか。背景、一枚絵の背景をアニメーションさせるのか、どうなんだろうな。下何かあるんだっけ？一応なんかあった気がするな。これは？うん。うん。じゃあ、外出てみよう。素敵。いきなりモノクロの世界から抜け出したね。じゃあ、こっち行ってみようか。おお。癒されるな、この感じ。こんにちは。うん。なんだかとても抽象的な気がする。ん？建物があるね。中は何かあったっけな。おお。エンジン。エンジンか？これもすごいな、ドット。どんどん行こう。ちょっと短めになっちゃうかもな。もう大体の行けるところは分かってしまっているから。まあ仕方ないね。一回楽しんでいこう。黄色い船があるけど、先にこっち行こう。お、釣れてますか？これ何なんだろうな。一回やったけど、まだよく分かってない。なんか、会話を一枚絵で表してるのかな？そんなことないかな？ん？これがこの世界のマップみたいですね。じゃあ、船の旅に行こうか。なかなか最初はこういう展開予想してなかったな。いきなり船で旅出られるとは。とりあえず、うわ、でかい。でかいクジラ。やべ、どこだっけ？あそこに行きたい。ん？あった。どうも。ええ。ダックのエフェクト。今は使えないか。まあいいか。よっしゃ、別のなんか島みたいなところ行ってみようか。ん？あった。とりあえず最初はここから行っていこう。おお。すごいな。どうやって書くんだろう、これ。これなんて言うんだっけ？氷山ではないよね。北極的なところ。おお。ここ入れたっけ？入れないか。魚影がいっぱいある。お。魚影だ。多分釣り師が言ってたのはこれなのかな。じゃあ今度は左方向に行ってみようね。
これどういう、あ、洞窟だ。これ洞窟の視点だね。幻想的なんだな。かわいい。しかもかわいい生き物がいる。うわ、あそこ行きたい。なんかゲームにおいてワクワクする部分ってやっぱあそこ行きたいってなるところだよね。かわいい生き物いる。ランプ持ってくれてる、ありがてえ。おお、どうした。上の方を向いた。こんにちは。お、かわいいイラスト。なんでみんな泣いてんだろうね。魚が釣り針を持って、お前やめろよって言ってるのかと思いきや、釣り人さんはなんか楽器を弾いてるように見えるんだよな。どういう状況なんだろう。ああ、なんだ。うん。いいところでござった。あそこ行きたい。じゃあ別のとこ行こうか。ん？なんかあるね。これは？なんだろう。ん？着いた。ジャングルっぽいところ、上陸しよう。わー、暗い。暗いなー。てかすごいなー。暗すぎて日がちょっとしか差してない。怖い。私は行きたくないね、こういうところ。ゲームで行く分には好きなんだけれど。でっかい。まあ視点の問題かな。赤い鳥がいる。これは何の鳥だろう。フラミン？わかんない。一周してきた感じなのかな。じゃあ次行こう。そうだ、言い忘れてたことがある。このゲーム、ドリームジャムっていう企画で作られたものみたいで、うわぁ。まあ、ジャムっていうのは、まあ、短い期間でちょっとゲームを一本作ってみようかってやつだったと思う。ミッキーファンゲームのジャム企画って感じなのかな。だからバージョン自体は 0.03 のものなんで、まあまだ完成ではないのかなって感じだね。とりあえずこの中入ってみよう。気楽に命を投げたね。とりあえず入っていこう。クジラの中に町があるぞ。しかもだいぶおしゃれな町なんだよな。ジェントルマンがいらっしゃる。すごい栄えてる。この中は？しかも入れるんだよな。すごい。この人たちを話しかけると、なんかちょっと音を発しますね。ほら。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。このマップは結構広めなんで、まあ、ゆっくり見ていきましょう。月のドア。なんだろう。この奥は？バラ？盆栽だ。なんだろう、バツがいっぱい書いてある。ん？何かを発表する場所みたいな感じなのかな。ああ、フグが水吐いてる。ここで釣りしても何も釣れないと思うけれど。お、なんか見せてくれた。これ釣れたの？なんか魚のマークがある。お、いっぱいある。入れはしないのかな？入れないか。こう怪しくない？何か変なもの売ってそうだな。左は入れたっけ？ん？入れる。ここのマップなんか主人公の部屋の間取りと同じなんだよな。もしかしたら何か関係があるのかもしれないね。ここは何だい？お、関係がありそう。あ、気持ち悪い。あれ。今気づいた。あ、そういえば、エフェクト使ってない。ダック使おう。かわいい。バーみたいなところだ。お、てか誰もいない。すごい飾られてる。あれどういう実態なんだろう。うわぁ、気になるこれ。怪しい店だ、絶対。ここの扉怖くない？絶対なんか殺人鬼いるでしょ。
赤いセーター着たおじさんいるでしょ。入ろう。ほらー。寝ろって言ってるよ、もう。あー、雨が降ってる室内なのに。その傘はよこせ。あー、欲しい。こういうなんかお菓子の量り売りのやつ大好き。すごいなんか心がワクワクする。いいな、お菓子食べたいな。ジェリービーンズとか。ここはなんだっけ。ああ、ガダ。こうやって見る分には可愛いんだけどね。綺麗だし。触りたくはないが。待って、このカラフルな瓶の中身もしかしてが欲しい。それは嫌。待って、一通り街の中を見てきたけれど、これ起きれないんだよな。何か見逃してるのか、それともまあ開発途中だからなのかわからないけれど。とりあえず戻ってきました。いやー、よかったね。まったり世界を歩いて、落ち着ける、そんな作品でしたね。続きがあったらまたやりたいな、これ。そんなわけで、ここら辺にしましょう。ん？これもしかしてマウスカーソルずっと映ってた？だったら嫌。撮り直そうか。それではまた次の夢でお会いいたしましょう。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録または高評価をお願いいたします。それではまた来世で。